おざす。すいません。おざす。いや、全然。これでいいかなと思って。どうなんだ。大丈夫ですか。うん、大丈夫だね。あれ、あんたどこ行った。いや、はい。すぐ分かっちゃダメなんだって言うんだけど、何回も言ってるけど。モーニングヤジだよ。朝飯初めてだよな。多分達人で朝飯だって。ありますよ。朝飯なんかある。アントンとか。ああ、そっか、アントン来たか。さ、これ牛すじカレー作ったから、カレー食いに来て牛すじカレーでもないんだけど。また持って帰ってカレー。ありがとうございます。ね、です。はい、どうもすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こっちの方がいいのかな。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、カレー豆のセットがこちら。はい、で煮卵が半分つきます。はい、こちらはロール白菜がついたセットにも。はい、食後に、ま、こちら生チョコって書いてあるんですけど、はい、あの甘いの苦手な方はブレンドのコーヒーお付けしてます。あ、はい、わかりました。はい、私はこちら。え、じゃあ俺下行こうか。またロール白菜嫌だと。いや、紅茶がダメです。コーヒーでもしてくれるんですか。ん、いや、紅茶の生チョコなんですよ。だから嫌だったらブレンドにしてくれるって。あ、そうなんですか。まあいいけど、けど、じゃあ一個。初めてかなと思ってる。市場あったか。市場ありますね。市場でも食ってるし、アントン。うん、だから、あ、市場も朝飯だっけ、あれ。市場朝飯ですよ、あれ。一緒に前させてもらう。カレーに対する食べ方分かれますよね。俺コーヒーに完全に染み込ませる派なんですよ。いやいやいや、いいんだよ別に。それ普通に染み込ませるでしょうよ。いや、かけちゃう人いいんじゃん、ジャバジャバこれに。いや俺これ普通に家だったら、うん、今全部米を崩して、うん、食べちゃいます。いや、それ好きなように食ってくれよ。好きなように食ってくださいよ。一応動画なんて。いや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 、あんたの食べ方で食べてよ。すごい出汁が。これちょっと一個食ってみ。ロール白菜。すいません。すごいんだけどさ、別の目で目怖かった。新宿とか借りたのってやっぱ変わっちゃうね、色が。魚介だし、すげえな。本当に魚介だ。すごいっすね。めっちゃ魚介だ。ダメね。うん、ダメよ、やっぱり。うん。それを買って、加工するっていうの。じゃあその白いカーテンの後ろ。あ、なるほど。立てかけて隠して。なるほど、なるほど。ちょっと撮らせて。すみません。これもし、はい、良ければ、どっか。はい。ヒロさんは行きましたね。そうですね。はい。私もよく。ヒロさん。
さん、あのこの先にああのナノさんっていうの行ってみたいんですけど、はい、まだ。何ですか。いや食べ終わったから、ね、今日やばいな、恐れだな、これ。達人の撮影に来るんだから当然じゃないですか。そうなってんだもん、清掃です。清掃か。ありがとうございます。美味しい匂いする。めっちゃ入れます。ジャムチョコする。いやいや、こっちわかんないわけねえだろ。こっちなんだろうね。チョコですよ。海やわ、これ。こういうとこ、あれですね、つもりはもったい。普通にさ、こっちでしょ。なんだろうねって言うのさ、チョコですって。こっちが、こっちが本当にチョコだったらごめんだけど。いや、多分ですよ。多分レーズンじゃないですか、これ。いや、多分って言うんですよ。俺、レーズンダメだから。アウト。もうびっくりしたよ。当たってチョコですよって。当たってびっくりしたよ。紅茶の生チョコで。ありがとうございます。ブラックで大丈夫ですか。はい、あ、僕は、あんたは大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。でもラムレーズンとクランベリーも自家製でラム酒にかけた。あ、そうなんだ、うまい、美味しい、はい、やっぱお酒の味したの。あ、そうなんですか。うん、チョコです。いいや、分かる。どう考えてもさ、こっちのこと言ってるよね、俺。本当にさ、出せないんだよね、これ。作って出すもんじゃないから。あと本気で言うからさ。すいません、お会計を。すいません、ご騒がせした。お騒がせして。どうもどうも。すいません。どうもすいません。見させていただきます。あ、よろしくお願いします。ご様です。ありがとうございました。知ってるよね。知ってます。